ヒエト、はい、どうも、タカボンです。ファーミングシミュレーター19、こちらの方ね、やっていきたいと思います。でね、ライブの続きといきたいんですが、ライブの後ですね、ちょっとですね、自分の方の操作ミスでですね、セーブデータをね、取っとくのをちょっと忘れちゃいました。で、やり直しました。でね、トラクターとかね、機械とかちょっとね、買い直して、別なものをね、買ったりしてます。まずこのね、でかいトラクター、ジョンディアのね、トラクターをインターと、ニューフォーランドのちっちゃいトラクターをやめて、ジョン・ディアのこのでかい 7310R ってやつを、購入しました。200何馬力だっけ？こいつがね、こっちか。259キロワットなんだよね。PS じゃないんだよな。いつも自分はPS の方でね、カタログとか見たりしてたんでね。馬力で言っちゃうんだけど、まあ馬力でもいいか。259馬力ということにしましょう。で、こっちはね、1110キロワット。キロワット？馬力？まあいいや、キロワット。どっちもいいや。なので、ドイツはね、そのまんまこいつを買いました。で、こいつだけね、切り替えました。で、フロントに、3点リンクと PTO ね、そちらを装着してます。3点リンクっちゃね、この支点になるね、機械を吊るす時の支点になるこの機構のことを3点リンクと言います。こっち側を、この後ろでやった方が分かりやすいか。後ろのね、この真ん中のこの黒い部分をトップリンクと言います。で、この両方にあるこの緑色のこのアームの部分、これをロアリンクと言いますね。で、この真ん中が、のこのね、引っ張って歩くところをスイングドローバーとかね、まあそういうような言い方をして、この真ん中のこの出っ張ってる銀色の軸、これがね、PTO です。PTO、いわゆるですね、なんだっけ、英語がわかんない。作業機械を、動かすための、動力源ですね。それがこのシャフトエンジンからずっとつながっていて、このシャフトを回すことによって、機械がね、動くようになるという、そういう仕組みですね。はい。で、まあ、フロントに、まあ、こういう3点リンクと PTO がついてたら、何ができるかといえばですね、これ草刈り機なんですけども、これがフロントにつけて、真ん中にね、この草刈り機をつけて、後ろにこの両開きのこの草刈り機をつけることによって、全部でなんぼかな。9メーターぐらいの幅で刈れていくのかな。まあ、そういうね、フロントにつけて使う、機械をね、使うときに、すごく、重宝します。まあ、北海道だったらね、結構農家の方がやってるのは、ここに、スノーブロワーつってね、雪を飛ばす機械をね、除雪で雪を飛ばす機械をね、ここにつけてね、使っている人がいたりしますね。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとやり直しました。やり直したんですが、同じ、20番のね、畑をチョイスしてます。で、同じようにね、草ですね。まあ芝と言ってるんですけど、まあ牧草ですね、牧草。牛に食わせる牧草です。多分ね、グラスっていう風に、言われるんで、それをそのまま訳したら、芝っていう風に訳しちゃったのかな。グラスサイレージとか、オーチャードグラスとかね、チモシーグラスだとか、ペレニアルグラスとかね、そういう風にね、総種のことも、牧草の総種のことも、なんちゃらグラスっていう風に呼ぶんで、まあ、多分グラスって書かれていたものをそのままですね、訳して芝という風にしたのかな。それとも雑草も全部含めて芝にしちゃったのか。はい。よくわかんないけど、まあ、芝。ではなく、自分はですね、牧草というふうに呼びたいと思います。はい。で、今回ね、何するかと言いますと、
この周りのちょっと整備しようかなと、ここの畑の周りね。で、機械を置けたり、建物を建てれたり、ちょっとしようかなと。でね、木が邪魔なんで、あの木をね、ちょっとね、除去したいなと。でもって、モッドをね、入れました、1個。どこだ？どれ？あ、林業だ。これに入ってるはずなんだよな。多分ね、こいついけると思うんだよ、この、これ。19万ドルで、ね、このブルトーザーみたいなやつね、これ。これが、そのまま木をね、ガチャ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 ってやってってくれるのではないかと思われます。ですので、これをちょっと、レンタルします。よいしょ。こいつ。動いた。あ、そかそか、ちょっと待ってよ。あれ切っちゃってるんだ。オン。オン。出ましたね。切り株をこれで粉砕していくんでしょ。これで木いくんじゃないかなって俺の予想。予想ね。ダメだったら返します。ゴー。すごいね、なんかサンダーバードに出てきそう。サンダーバード2号の腹の中から出てきそうな機械だね。でって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 てて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 よし、行ってみよう。どうでしょうか。木。消えない？ダメ？これちょうど圧力判定があるのかな。ちょっと待ってよ。どう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 。あれ？今ね、木が切れた。木が切れちゃった。え、切れちゃうのこれ？切れちゃってるよ。ちょっと失敗？ヘッドをどうやって動かすんだ？はい。あ、消えた！ほら、消えた。木が消えたよ。いいんじゃない？これ。なんかおかしいな。あ、消えた！消えた！イエーイ、消えた！うまくいったやん。お、消えた。え、この切り株は消えないの？これって切り株を消すための機械だよね。消えた。イエーイ、木なくなったよ。ほら、あ、やばいやばい、なんか見づらいね。ほら、木なくなった。やったー。
じゃあ次、こっち向き。お、消えた。一気に消えたぞ。マジか。いいじゃん。すげえすげえすげえ。でも切り株あんじゃん。おし、なくなったぞ。消えた。いいねー。この辺かな。さっき一気に消えたよね。パス。消えた。イエーイ。よし、なくなった。次は向こうですね。消えた。よし。え、あ、これ。消えない、ここ。消えた？お、消えた。ナイス。いいですね。綺麗になりましたよ。ガレージ。レンタル。返します。0.4 時間いくら発生したんだろう。まあいいや。で、昨日買ったプラウを買います。これですね。多分ね、これかけるでしょ。そしてね、ローラーをかけるんですよ。あったあったあった。これこれ。こいつでね。どうしよう。何色にしよっかな。ジョンディアカラーにしよっか。ジョンディア。これを黄色。ジョンディア。3メーター、これ4、6、4でいいな。あ、もういいや、これで。購入。おお、いいね、いいね、いいね。入りやすくなったよ。ここが広くなって。でさ、ここに。こうでしょう。そしてこれでね、ゴーッと回すと、これで、こう。間違えた。こうでしょう。向かうですよ。下ろして、走り出す。どう、木消えない？消えたっぽくない？ほら、消えた消えた消えた。消えてる消えてる消えてる。
いいですね、木が綺麗。まあ、一回畑になっちゃうんだけど、多分これって造園で消せるような気がするんだよね。多分チゼルというか、このチゼルプラウなんですけど、これがいわゆるプラウカテゴリーだから畑にすることができるわけですよ。なので一応これね、畑にしてんだけど、造園では畑をね潰すことができるんで、それをうまく利用してるっていうわけですね。すごいな、ちゃんと泥のついたタイヤの跡がつくという、すごい毛が細かい。よっしゃ、これでね、降りるじゃない。そしてこうですよ。これでね、ここに造園っていうのがあるんだよね。これで、塗装に変えます。造園モードだから L3。こうね。そして、形状変更。今丸だから、これを四角にして、ちょっと寄りますか。でしょ。でね、これは右を押すと、この右下の地面の種類っていうのが変わるんだよね。ただこの地面の種類が何なのかが分かんないんだけど、これ今押すとほら土見たことあるでしょ。だからこれを利用して、これはちょっとした土じゃん。よし、これで1回造園終了。なんか金かかった押して、やっと、ちょっと行ってみてくれ。ここからちょっとデコボコだけど、気をつけてね。下ろして、いつまでだ、もうちょうど段差ぐらいまで。はい、あ、こうまっすぐ。
すごいダンサー。あー刺さっちゃった。なんてこったい。刺さるんか、よろしく。無理やり外すか。しょうがないな。そしたら、ドリルシーダーを、種まき機を借ります。借りよう。そんなでっかいのはいらん。よし、OK。この位置に何で種を出すかだよな。すごい入れるづらい場所に。こんな敷地が広いのに。はい。肥料を入れます。なるほど。よし、行こう。マーキに行くぜ。こいつってマーカーついてないけど、何は手にしてまくんでしょうか。まあいいか。何これ、エアブレーキなのか、せっかく収集。ほら。エアブレーキなの、トラクターって。違うはずだな。多分ね、ここを合わせてくると思うんだよな。ハッシュの種類。芝、OK。そして、イケーイ任したぞ。どう？あそこの端っこ落ちる？落ちたよ、あいつ。何やってんだよー。おいおいおい。おお、マジかよ。だよね。なんてことしてくれっかな、こんなとこに。たくよ、マジかよ。もう買わないから、ここ走っていくしかねえよな。機械上がってんじゃねえかよ。よし、巻き終わりましたね。はいだね、芝の部分も端が終わりました。ということで今回はね、この辺で終わっていきたいと思います。まあメインはね、こっちのこの立ってたね木をね切り倒すのが今回のメインでした。こうか、こうでこうだね。はい、綺麗さっぱりとね、いっぱいあった木もねなくなりました。
そしてあとはね、整地かけて、こっちが平らにしたんですが、あとね、そっち側のあの家の裏あたり、畑と家の間あたりも整地していきたいと思います。はい、といったところでね、終わっていきたいと思います。こっち側から撮った方がかっこいいね。それでは最後はね、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、また見に来てください。そしてね、良かったと思えたらですね、高評価、さらにですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。といったところでね、終わっていきたいと思います。それでは、また暗くなった。